アノリは日本のサッカー選手、サッカー指導者、政治家。埼玉県浦和市出身。息子の田口翔太郎もサッカー選手であり、関東サッカーリーグの埼玉サッカークラブに所属している。浦和市立岩中学校から浦和市立南高等学校へ進学。高校時代は大型フォワードとして注目され、2年時の 全国高等学校サッカー選手権大会ではベスト8進出に貢献し大会優秀選手に選出された。卒業後の1985年に筑波大学体育専門学組へ進学し、州級部に入部。同期には、伊達寿久、月柄正宏、山本藤浦がいる。大学時代にセンターバックへコンバートされレギュラーを獲得すると3年次から4年次にかけて、 関東大学サッカーリーグ戦、連覇、4年時に関東選手権優勝、総理大臣俳優賞に貢献。また1988年には、月柄や、一学年下の伊原正美や中山正史と共に、日本 B 代表に選ばれ AFC アジアカップ1988予選に出場した。1989年、大学卒業後に、全日本空輸に入社し、 全日空サッカークラブへ加入。1990年に日本サッカーリーグ選抜に選出され、1月22日に行われたバイエルン・ミュンヘン戦に出場した。日本代表としても、同年8月のダイナスティカップやアジア競技大会、1991年のキリンカップサッカーの代表メンバーに選出され、 国際 A マッチの出場はなかったが、国際 C マッチ3試合に出場した。一方、同年10月16日に行われたコニカカップで、審判への暴行事件を起こし1年間の出場停止処分を受けた。後に処分は7ヶ月間に軽減され、全日空、サッカークラブの後ろ身である、横浜フリューゲルスに1シーズン在籍した。1993年、 J リーグ開幕の際にはサンフレッチ広島へ移籍したが開幕前のキャンプで故障し出場機会を得ることができず同年7月7日に行われたガンバ大阪戦の後半終了直前にゴール前で G 大阪の GK 元並健二と交錯した際元並の腹部を蹴り上げて腎臓を破裂させ全治6ヶ月の重傷を負わせた試合は延長開始直後に広島が V ゴールを決めて終了したが、仮に延長戦が続いていたら、元並は助からなかっただろうと診断されたほどの大怪我だった。元並は、選手生命は愚か命の危機にさらされることとなった。後日ことの大きさを問題視した、広島側は、試合映像等で確認した。その結果不可抗力での事故であるとチーム内での確認、及び J リーグへの報告を行った。 1994年、故郷の浦和レッドダイヤモンズに移籍。プレシーズンマッチのベルマーレ・平塚戦ではヘディングで、先制点を決める活躍を見せたが、サントリーシリーズ開幕戦の横浜マリノス戦では、ラモンディアスを背後から倒し退場処分を受け、第3節のジェフユナイテッド・市原戦では、上昇時への危険なタックルなどで、前半32分までに2度の警告を受け退場処分となり、 二試合の出場停止処分を課せられた。さらに二十一節では累積警告が3となり、三試合の出場停止処分を課せられた。田口はシーズンを通算6試合の退場処分を受け、チームやサポーターの信頼を失った。1995年、ホルガーをジェックが監督に就任すると意識改革に成功。フィジカルの強さを生かしながら反則を犯さずに、 相手からボールをダッシュするクリーンなプレーが可能となり、サントリーシリーズでの上位進出の原動力となった。一方、ニコスシリーズ第9節の横浜 M 戦から3連敗を喫すると、同年9月23日の名古屋グランパス8戦後に、サポーターへの暴行事件を引き起こし、4ヶ月の出場停止処分を受けた。埼玉県内のリハビリ施設や、養護施設でのボランティア活動を経て、 復帰後は、オジェックの下で、再び出場機会を得て、ギドブッフ・バルトや、バジール・ボリと共に、堅固な守備陣を形成した。その後は、怪我により、約2年間戦列を離れ、復帰戦となった1998年10月3日のアビスパ福岡戦の55分に、ピッチに立つと82分までに2度の警告を、受け退場処分を受けた。 この試合を最後に同年限りで現役を引退した。2001年から埼玉レーナス FC で女子サッカーの監督に就任。2004年度の L1 リーグ初優勝に導くが、翌年の裏はレッドダイヤモンズレディースへの組織変更に伴って退任した。その後、ナデシコリーグ実行委員会委員長と専務理事に就任。リーグのトップとして国際女子。 サッカークラブ選手権の創設や2シーズン制の導入と、なでしこリーグカップの廃止、2015年からの3部リーグ制の導入を決定するなどした。2014年7月、ASL 不演埼玉の主催試合において、医師資格を持たない生態師がマッチドクターとして置かれていたことが発覚。さらに9月には、 ジェフチバレディス総監督の植村隆氏によるセクハラ問題が起こるなどリーグの不祥事が相次ぎ9月末に開かれた理事会で田口のマネジメント能力についての審議と本田和夫理事長からの辞任勧告が行われた。これを受け田口は同月30日付で専務理事を辞任した。政治活動編集1999年4月統一地方 選挙浦和市議会議員選挙に無所属で出馬し、1万票を超える高得票でトップ当選。2001年5月、埼玉市発足により埼玉市議会議員となる。2003年4月、埼玉県議会議員に南11区から無所属で出馬し、当選を果たした。浦和レッドダイヤモンズのサポーターを中心に支持があり、元 J リーグ選手の政治家として注目された。 政党には所属していない。旧浦和市、埼玉市議会議員時代は会派にも属さず無所属で活動。自治体を超えた埼玉県の地方議員の組織、地方試験を目指す埼玉自治体議員グループに参加。埼玉県議会では民主党の保守系議員と無所属議員によって結成された会派、地方試験の会に所属して活動。年月、 民主党埼玉県連が地方試験の会と民主党の旧社会統計議員による会派民主党議員団の一本化の方針を示したため民主系議員にくくられることを嫌って地方試験の会を理断無所属となる2007年2月次期統一地方選挙への不出馬を表明した引退に際しての朝日新聞の取材に対し県とほぼ同じ権限を持つ 政令指定都市選出の県議は存在意義が薄れていると感じた。選挙区や議員定数の見直しが必要と語った。今後は政治活動経験を活かし教育問題に関わる活動や野外教育の拠点づくりを行うという。2009年3月、埼玉市長選挙に無所属での立候補を検討していたが、同4月、スポーツを通じての地元への貢献が私の本文。 として、出馬断念を表明した。制作、編集1991年、審判への暴行1991年10月16日、西川岡サッカー場で行われた、コニカカップ予選リーグへ組第4節、読売クラブ戦において、読売の戸塚哲也の得点がオフサイドだったと主張し、主審の潮屋の文一と先進に対し猛烈に抗議。その際に二度にわたって、 審判を突き飛ばした暴力行為が問題となり、同年10月17日から翌1992年10月16日までの1年間公式戦、出場停止処分を受けた。1993年、G 大阪戦1993年7月7日、J リーグサントリーシリーズ第7節、ガンバ大阪、戦で、G 大阪の GK、元並健二と、ゴール前で激しく接触。 この際に元並の腹部を蹴り上げて腎臓を破裂させ全治6ヶ月の重傷を負わせた。後に広島側が映像を確認し不可抗力の事故と報告された。1995年サポーターへの暴行1995年9月23日の名古屋グランパス戦終了後の午後9時頃浦和市内の飲食店でサポーター男性に暴行を加え全治数日間の 怪我を負わせた。男性をはじめとしたサポーターから自身のプレーを批判されたことに対して不満が募ったことが犯行動機だった。この事件に対する浦和の対応は遅れ、9月27日の鹿島アントラーズ戦にて事件の当事者である田口に処分を下さず、遠征メンバーに帯同させていた。同日の夕刊にて事件報道がされるとの情報が マスコミ関係者を通じて伝わると、急遽、J リーグ常務の木本京さんと浦和 GM の横山、健造が会見を開き、田口の1995年シーズンの出場停止処分を発表した。同年10月3日に、両者の話し合いが行われ、田口が被害男性に謝罪し、男性との和解が成立したため刑事事件とはならず。 裏は、翌1997年1月まで残っていた田口との契約を解除。実質的に4ヶ月の禁止処分とし、J リーグ審判委員会もこれを追認した。現役時代は長身を生かした空中戦の強さやハードタックルに定評があり、当時の J リーグでプレーする日本人選手の中でも実力派の選手と評されていた。一方で、 直上傾向な性格から選手への度重なる、ラフプレーや、暴力行為や G 行為を引き起こすなど、マイナスイメージが強い選手だった。出展その他の公式戦。ありがとうございます。